荻野,野は山梨県を中心に店舗展開する主に食品住居関連品衣料品を取り扱うスーパーマーケット甲府市特攻にある荻野久川店2階部分を本部とする1841年天保12年に荻野一左衛門が竹の屋として開業したのが始まりその後、と荻野商店と名前を変えて営業するものの 幸福州の影響などにより戦後は岡島百貨店の近くバラック小屋を建てて営業していた。1953年昭和28年には株式会社化により社名を現在の株式会社小木野に変更している。天気が訪れたのは1958年昭和33年当時近隣にあった映画館オリオンパレスが閉館されることになった際。 当時の社長の方針により、跡地に移転。当初は小規模の福祉専門店であったが、駅前の一等地であったことから商売は繁盛。木造2階建てのスーパーマーケット、さらには7階建ての商業ビルに変貌していった。また1969年、昭和44年には、チェーン運営を取り入れ、さらに1987年、昭和62年には総合スーパー。 GMS 運営にも進出し部を拡大。1991年、平成3年には本社を、久川地区へ移転。旧本部は改装され、ファッションビル、パセオとして2007年まで営業を続けている1993年、平成5年には生鮮食品を一括加工す、生鮮セン,センターを開設した。2013年、平成25年現在山梨県の他に、 長野県と静岡県に出店している。店舗のほとんどが新規開業であるが、近年では、湯村ショッピングセンターや、千野ショッピングセンターなど犬抜出店をするケースが、増えている。また主力である、食品スーパー業態以外に、医療スーパー単体で出店するケースが増えており、その場合は主に、ショッピングセンターのテナントとして維持している。スーパーでは、 系列各店の品揃えを同一にせず、店舗周辺の顧客に合わせて変えることは目新しいことではないが、小木野では顧客を独自の多数のカテゴリーに分類し、どのカテゴリーの顧客が多いかをもとに、店舗の品揃えに特色を出し、売り上げを伸ばしている。顧客のデータ収集には、小木野グリーンスタンプカードを使用している。また、高い能力を持つ物流センターを活用することにより、 店舗ごとに違う商品の陳列に対応した物流を行い、陳列の手間を省いている。こうしたデータに基づいた店舗作りを考えるようになったきっかけは、1996年に大英が地元に出店することが決まったことだという。その後、大英は1997年11月に、奥義の区川店の向かいに開店したが、1999年8月に、 不採算店として閉店した。また、FSP、フリークエントショッパーズプログラムカードによって顧客のデータを得る。データによって顧客を選別し、顧客ごとに適したサービスを提供するを活用し、レシートで顧客一人数とに合わせた商品をポイントクーポン対象として進めている。クーポン利用率は40%超。1996年。 平成8年に導入され、カード会員数約43万人。平均カード利用率は90%を超える。参考、山梨県の人口は2008年9月時点で約87万人。カード発行時には、店舗周辺の家庭を1軒1軒回り、1年で約20万人と多くの会員を獲得した。また、定携店、おぎののテナントやガソリンスタンドが多い。 総合スーパー形態として5店舗、スーパーマーケット形態として数十店舗がある。小木のリバーシティショッピングセンターは山梨県中央市の甲府リバーサイドタウン内にある店舗。初めての総合スーパー形態の店舗であり、1987年、昭和62年11月に開業した。当初は小木のリバーサイドモールとして開業したが、1998年、 平成10年にアピタタトミ店が隣接する形で進出したため全面改装を行い同年11月に原点名に改称しリニューアルをオープンした1階の吹き抜けフロアにあるイベント広場で毎週日曜日に山梨放送のラジオ番組おぎのリバーサイドサンデーも公開収録が行われていた現在は放送を終了している またかつては、英会話教室であるノバも入居していたが、2008年に経営破綻のため撤退した。小木のイーストモールショッピングセンターバリオは、山梨県甲府市にある店舗。1989年、平成元年3月にオープンした。小木の地のショッピングセンターは、長野県千野市にある店舗。山梨県外では、唯一の総合スーパーである。 1998年、平成10年にオープンした。店外敷地内にある銀行現金自動預け払い機 ATM は他の大木のショッピングセンターが山梨中央銀行なのに対し当店は82銀行である山梨中央銀行が長野県で営業を行ってないため食料品と衣料品、また寝具などの住居関連品を扱うアンフロアの 小型総合スーパー。一部店舗では2フロアになっていたり、食品と医療、住居が別当になっていたりする場合もある。食料品と日用品のみを取り扱っている店舗。大木のキャロットとして、主に生鮮食料品や生活雑貨を取り扱っている、50から200坪の小型店舗。医療品のみ販売する。山梨県外で施設内、または近隣に、 食料を品店がある場合にこの携帯で出店する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。